お祝いありがとう。これからも一緒に楽しい一年にしような。こんなに盛大な誕生日パーティーを開いてもらえるとは思わなかった。すっげー嬉しい。外見だけじゃなく中身も成長できるよう、これからも頑張るぞ。楽しみにしててくれ。特別な衣装なんてテンション上がるよな。柔軟してたらジャックが背中を強く押してきた。あれは一体おめでとうって意味だったのか。誕生日だからっていい点が取れるわけじゃないんだよな。今日のテストの点数は過去最高にヤバいかも。朝起きたら枕元に箱が置いてあったんだ。贈り物かと思って開けたらびっくり箱で。絶対エースの仕業だ。名門のナイトレイブンカレッジで誕生日を迎える、昔の僕には想像もできなかったことだ。ケーキは僕が人数分に切り分けよう。何？人数は奇数なのか。一体どう切ればいい？美味しそうなエッグタルトだろ。卵好きな僕のためにクローバー先輩が作ってくれた特製デザートなんだ。ハント先輩がすり減った靴は怪我につながるってスニーカーをくれた。古くなってるって知ってたのか。お祝いしてくれた先輩たちに「おっす！あざす！」とお礼を言うと、なぜかみんな変な顔をするんだ。母さんからオムライスの写真が送られてきた。家にいた時には誕生日にいつも作ってもらってたんだ。お？口の周りに食べかすがついてる。あ、ほんとだ。料理に夢中で全然気がつかなかった。せっかくのパーティーだからお前も僕やグリムみたいにたくさん食わなきゃ損だぜ。